皆様にこの妻の言った言葉が聞き取れるでしょうか。Do you want to go to McDonald's? 聞き取ることができたでしょうか。Do you want to go to McDonald's? と妻は言っています。聞き取れなかった方は絶望してください。それでは本編をお楽しみください。Let me prepare breakfast for you. おはようございます。海外難民です。本日は僕が実践していた英語リスニング勉強方法についてお話ししていきたいと思います。息子に怒鳴られて僕の土曜日の朝が始まります。He didn't sleep much last night. 本日一日中息子の機嫌が悪いですがご了承ください。まずリスニングの勉強をする際に一番大切なことはどうして英語を自分が聞き取れないのか理解することだと思います。これが理解できていないとやる気になってリスニングの勉強を始めても全く聞き取れなくて絶望してしまう可能性があります。英語が聞き取れない原因はいくつかあります。現在リスニングに苦労している方々はどれかに当てはまると思います。一つ目は知っている単語の数が少ない。文の中で 1,2 個知らない程度なら良いのですが、やはりそれ以上になってくるとちんぷんかんぷんになってしまいます。二つ目はスピードに慣れていない。学校やトイックの教材はプロのナレーターが音読しているので、ゆっくりハキハキとしていて聞きやすいです。それに慣れてしまっていると、どうしても実際の英会話や映画での英語は聞き取れません。人はそれぞれアクセントがあったり、話すスピードが違うので、プロのナレーターと比べるとかなり聞きづらいです。妻は週一でパートをしていて、家計を助けてくれています。Get some sleep. 30 minutes is good. Didn't sleep at all last night. I'll see you later. 10秒で寝ました。三つ目は知っている英語フレーズが少ない。僕の経験上、知らない英語フレーズや口にしたことがない英語フレーズは聞き取れる可能性が低いです。例えば、How are you? というフレーズはご存知ですか?おそらく皆様何度か人生で口にしたことがあり、意味もご存知だと思います。なので、どんなに速いスピードでも聞き取ることができるのではないでしょうか。実は、リスニングを上達する方法は、知っているフレーズを増やすことなのです。僕が英語の勉強を始めたのは22歳の時でした。始めた頃は、B 動詞もわかりませんでした。まあ、偏差値30ですからね。リスニングを勉強しようとしても、一文字も聞き取ることができず、毎日絶望の日々を送っていました。スーパーに向かっています。当時僕は子供の英語番組をサブタイトル付きで見ていました。ある時突然取り憑かれたように英語のサブタイトルをペンで書き出し、わからない単語は調べて、番組で使われていたフレーズを何度も口に出して練習しました。20分くらいの番組でしたが、すべてのフレーズを練習するのに2週間くらいかかった記憶があります。鶏肉が物価高騰中のためめちゃくちゃ高いです。一番安いものにします。ポテトチップスは
妻に内緒で買っているので秘密にしてください。話が脱線してしまいましたが、英語フレーズ練習後、同じエピソードを見てみました。すると驚くことに 80% ほど字幕なしで英語が聞き取れるようになっていました。その後、簡単そうな子供の番組を選んで同じことを繰り返していきました。子供番組が簡単に聞き取れるようになったら、次はセリフの少ないアクション映画に移り、恋愛映画やホラー映画とどんどん複雑なものに移行していきました。3、4年継続していくと、ほとんどの映画は字幕なしで見れるようになり、実際の英会話も聞き取りが容易になっていました。英語学習3年後にTOEICの試験も受けてみましたが、結果は960点でした。僕が一番驚いたのは、リスニング495点中495点と満点だったことです。ワーホリ帰国後、僕は英語講師となったのですが、生徒様にはリスニングをこのステップで勉強するように教えていました。ステップ1、リスニングをする番組や映画を選ぶ。この時、長い映画やトイックなどのリスニング教材はおすすめしません。長い映画は複雑で終わりが見えないので挫折しやすいです。トイックなどの教材はゆっくりとハキハキ音読しています。実践的な英会話とはかけ離れているので練習になりません。ステップ2、自分で選んだ動画を見る。この時、内容が理解できなくても OK です。ステップ3、字幕を書き出して勉強する。わからない単語は調べて、フレーズは何回も口に出して練習してください。ステップ4、また同じ動画を見る。この時、70% 以上聞き取れるなら合格です。次の動画を探しましょう。僕はこれを数年続けて、リスニング力が爆上がりしました。リスニング力が上がると、映画の中のわからない単語も聞き取ることができるようになります。その単語をメモに取って、後で調べることもできるので、単語力向上にもつながります。We are trying out one nap a day. He took a long nap today, like 2 hours in the morning. I thought he would need a nap. He was fine playing around.But at 5 o'clock, he got really, really grumpy. Whatever he does, he just screams. I was feeding him dinner, and he fell asleep. I guess one nap a day doesn't work here, huh?